皆さんこんにちは、藤田義和です。今日も、本橋奈子選手が、ゲストとして来てくれています。よろしくお願いします。お願いします。ということで前回、告知したように、今日は、オリンピックで撮った写真ベスト3選ということで、お互いのこうベスト3選をここに出しながら思い出を語っていこうという企画になっております。はい、はい、ということで、いっぱい思い出はあると思うんですけど、ちょっとまずはこの写真を見ていただきたいんでちょっと出してもらっていいですか。これです ね。覚えてる覚えてるよ覚えてるね開会式で、なこと会った写真ですね。これまさかやったね。まさかだったね。うん、会えるとも思ってなかったし、ね、出るお互いさ、開会式出るかどうかって、ね、知らなかったもんね。そう、確認してなくて、でそれでたまたまこう開会式って意外とみんな聞かれるんですけど、こうなんていうの、入場までずっと待ってると思われてるやん、国立競技場で、こうバスがその時間に来て、でそっから動線歩いていったら、入場みたいな感じだと思うね、その動線の、って感じだったね、ほんまになんかこの写真は良かったですね。いや本当にさ、だってずっとリハビリやっててさ、そう、さっきも話したんだけどさ、さっき、ね、お互い本当ギリギリの状況だったからここで出会えたっていうのが嬉しかった。確か俺もめっちゃ嬉しかった、本当に大変だったんだろうなって思ってたから、私もそうだったし。そうだね、そういや多分ね、俺より中野の方が大変やと思う。いやそれはね、比べようがないね。いや確かにね、確かに、でもここで会えたのはほんまに嬉しかった ね。確かに。どうやった、開会式はどんな感じだった、自分で出てみて。いや長かったじゃん、入場するまで、から正直入るまで本当に疲れてたんだけど、入った瞬間は鳥肌が立った、俺も一緒、ね、うん、もうあの空間は実際に味わってみないとわからないし。確かにね、で最初バスケットが開会式出れなかったんだよ、本当は予定では、選手村に自分たち泊まってなかったんだけど、泊まってる人しか行けないって言われてて、そうだから、うわ開会式も出れずに、なんかオリンピックって感じ全然しないよねみたいな感じでみんなで話してたんだけど、もう参加で急遽参加できるってなって、当日もう急いでスーツ出してみんなで来て行ったんだけど、いや出れてよかったなって本当に心の底から思った。そうよね、いやなんか俺も入った瞬間、この景色はこう本当に努力してきた人しか見れない景色なんだなってちょっと思っちゃったね。すごかった、ね、いやほんま良かったね。よかった。ということで今日はこういう感じでね、写真をお互い見せ合いながら思い出を語っていきたいと思います、はい、じゃあ僕から、いきたいと思います。写真お願いします。ドン来ましたね。同期ですか。同期じゃないねんけど、一応松井千人って言ってキャプテンで、そうなんだ。そう1個下やねんな俺の。でなんでこの写真を選んだかっていうと、この2人前回のリオオリンピックでバックアップメンバーなんよ。あそうで、すごくお互い悔しい思いをして、で今回絶対一緒にオリンピックを出ようっていうことで頑張ってきた2人で、でこの日がちょうどジャージをこうもらった日。オリンピックのジャージをもらって、でジャージを着てこうなんていうの、オリンピック前に練習をしてっていう日やって、すごいこうお互いね、こういろんな辛いことも経験してきて、ここまでたどり着いたっていうのですごい嬉しかったんで、これを選んだって感じかな。素敵な一枚だね。いやめちゃくちゃこれはね、我ながら素敵やね、めちゃくちゃ。もう前回は選手村も入れんくて。あそうなの、バックアップメンバーは入れないのか。そうなんか今回は入れたんやけど、前回は全く入れなくて、近くのホテルに泊まってビーチで朝走ったりとかで準備してたから、その2人が、こうやってオリンピックに出れたっていうのはすごい良かったなっていう感じですね、はい、だからこの1枚を選びました。じゃあ次、ナコの最初1枚目お願いします。すごいこれね、決勝戦の日の試合の写真なんだけど、これ最後
無観客だったじゃん今回。そうね、無観客だったね。だけど最後の試合で最終日だったんだけど、うん、もうボランティアの人たちが特別にこう入れて見れるっていうので、うん、あ、この青のね、青の人たち、うんうん、はいはいはい、そうで、ちょっとなんか、あ、観客がいたら、まあ、こっちのサイドだけ、今見えてるサイドだけで他の人ところはいないんだけど、うんうん、観客がいたらこんな感じだったんだなっていうのをこう何感じれたみたいな。そう感じた。え、実際俺らは観客がおらん中でやって、うん、まあちょっとだけね、ここの一部やけど、うん、いてくれはって、全然やっぱ違った、心強かった。あ、心強かった、うん、やっぱ、 やっぱりホームやなみたいな感じで、うん、なんかいないといないで、まあいい風に捉えたら、うん、なんか変なプレッシャーを感じないで、うんうん、まあこれまで通りやろうみたいな感じでできたのは良かった、うんうん、けどやっぱりこの試合をお客さんと一緒に味わいたかったっていうのは、うん、やっぱあったから、で最後こうやってすごいいろんなボランティアの人たちが応援に駆けつけてくれたのは結構心強かったな。あー、いいね。と、そう、え、もう言っていい？いいよいいよ。今回本当開会式でもそうだし、うん、会場にいるボランティアスタッフの方が、うん、本当にいつも笑顔で、うん、すっごいあったかく迎えてくれて、もう頑張れって、ね、うん、すごかったんだよ。すごかったね、うん、あのあれやもんね、開会式のこう、そう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 、通っていくところもたくさんボランティアさんがいてね。うちらもこう行くのに疲れてるけど、うん、そのボランティアの人たちってもうその前にもさ各国の選手迎え入れてて、ずっとそこにいるじゃん。で自分たち日本だからさ、うん、最後行ってってなった時に、うん、それでもこうすごい笑顔で行ってくれて、で会場の人もそうだったんだけど、うん、もうそれが忘れられなくて、は、うん、いいな、日本のおもてなし素敵だなっていうのは本当に感じた、ね、今回のオリンピックは。確かにそれは確かにめちゃくちゃ良かったね、うん、それも伝えたくってこのボランティアのいっぱい写ってる写真を選びました。あ、いいですね、はい、ありがとうございます、はい、いやなんかほのぼのしたいいエピソードで、でも実際やっぱりあれよね、あの観客の皆さんいてほしかったね、本当に欲しかったね、うん、無観客でしかちょっと難しい状況やったけど、うん、アスリートの気持ちとしてはいてほしかったっていうのはね、うん、ありますね。確かに、まあしょうがないけどね、しょうがないね、うん、はい、ということで2枚目いきたいと思います。お願いします。はい、うん、これはですね、まあ全試合が終わって最後の韓国戦が終わって、うん、韓国戦を勝ったんですけど、まあ最後こうやって、なんですかね、プレハブがこうバーってあって、一つ一つ各国そのプレハブを使って試合の準備をするって感じだけど、その前で撮った写真なんですけど、うん、なんかそうね、みんなの顔を見たらやりきった思いと、うん、すごく悔しい思い、うん、やっぱね、あの11番をつけてる、うん、これ大学生で、あ、石田吉平って言うんやけど、もう大泣きしたりとか、うん、すごく悔しかったし、うん、なんか次に繋がるような写真じゃないかなっていう風に感じて、うん、まあ、今回これを選んだって感じかな、うんうん、絶対さ一人一人多分感じてる感情も違うんだろうね。そう、違うと思う、ね、やっぱり年齢が結構、ね、うん、全体的に高いチームやったから、うんうん、これで終わりってなんていうの、こう気持ち的にもすごい満足してる選手もいれば、うん、若い選手、うんうん、まあ、中堅の俺らみたいな選手でまだまだやりたかったとか、うんうん、もう次絶対やり返してやろうみたいな気持ちがすごい、いろんな思いがこう交錯してるいい写真だなと思って選んだね、うんうん、はい、そんな感じです、うん、いい写真いい写真ね、試合後の写真いいね、試合後の写真いいよね、うん、確かに。では次、ナコの2枚目お願いします。うおー、いい写真、ね、これめっちゃいい写真ね。バスケットボール選手だったらもう誰もが知ってると思うんですけど、スーバードっていう、うん、アメリカのもうレジェンド、レジェンド選手、この人40歳なんですけど、40歳なんや。そうで、今回のオリンピックでもう代表は引退するっていう風に宣言してて、でもうオリンピック5回ぐらい出てる選手、マジで、でも絶対的アメリカの司令塔、ポイントガード、そうなんや。そうで、私もう知ってたけど、うん、もう雲の上の人の存在で見てるだけだったから、うん、まさか自分が、うん、で最後じゃん、うん、でこのタイミングで一緒に同じコートに立てるっていうのは、いや本当にすごいことだなって
ていうのは本当にね、オリンピック層選手になるとも思ってなかったから、うん、なんか冷静に考えたらすごいなっていう。そうだって40歳やったらもう小さい頃からテレビでオリンピックしてる、まあ、バスケット選手ですごい選手みたいな感じの人と、うんうん、まあ、その人の最後と一緒にやれてるってことやもんね。そうだから後にもうすごいことだったんだなってまた自分でも思うんだろうなって思って、最後絶対写真撮ってもらおうと思って。この時はちなみにこう開会式が終わってどういう感じで写真撮ってもらったの？あ、開会式、閉会式ね。閉会式じゃなくてメダル授与式が終わってどういう風に？いや、もう各国の選手とこう写真タイムみたいな感じになってて、そうから、うん、でもスーバードはもういろんな人からもう、あ、はいはいはい、話されたりとかしてたんだけど、うん、そうお願いしますって言ってスッて隙を狙って行った。あ、そう、うまいね人にお願いして、あ、そうなん、撮りたい撮りたいって言って行ってって言って、うん、お願いしてもらって撮ってもらいました。いや、でもわかるな、俺もそういう小さい頃見てた選手と一緒にやったりとか、うん、そういう経験が海外の選手ねあるから、すごいこの気持ちはわかるし、この最高の舞台で撮れたっていうのがまたいいよね。3枚目お願いします。これはまあ、セブンズで、うん、まあ、一番仲がいいノグっていう選手なんですけど、ノグチっていう選手なんですけど、まあ、ノグは、まあ、残念ながら今回メンバーに選ばれなくて、バックアップでずっと頑張ってくれてて、まあ、バックアップの選手が、3人いて、まあ、こういうバックアップの選手がすごく今回頑張ってくれたおかげで僕たちもすごく気持ちよくプレーすることができたし、逆に僕がリオの時はそういうサポートができなかっただけに、このまあ、ノブとあと津岡っていう選手とプナっていう外国人の選手が3人バックアップになったんやけど、本当になんていうかな、この3人のサポートにはリスペクトできたし、この3人がいたからこそ、まあ、頑張れた。まあ、本当のところで言うとやっぱり結果を残したかったっていうのはこの3人のためにもねっていうのはあるから、まあすごくなんていうの、申し訳ない気持ちっていうのもあったし、まあ、でも最後こうやってねなんかメンバーで支えてくれてありがとうっていう思いを込めて、こうみんなジャージみたいなサインをして、こうやってプレゼント、まあじゃあサインとあと一言書いて渡すっていうところの写真やねんけど、いいね、うんうん、やっぱそういう気持ちをそういう選手の気持ちを知ってるだけに、うんうん、やっぱりこうねすごく頑張ってくれて、うんうん、ありがたかったなっていう感じかな、うん、でもいるよねバスケットでも、やっぱいる ね、うん、これまで本当に合宿積み重ねてきた中でも、うん、もう選考に落ちちゃった選手もいるし、うん、まあ、試合出れるのって5人じゃん、うん、でベンチメンバーもいて、なんか注目されるのはやっぱり出てるメンバーが注目されがちだけど、ね、うん、でもやっぱりそれ以外のところでいろんな葛藤とか思いがありながらも、うん、でもチームのためにってこう尽くしてる選手、うん、もう私もその立場も知ってるし、うんうん、でも試合に出ていろんなプレッシャーを一心に背負ってコートでプレーしなきゃいけないプレッシャーも知ってるから、うん、もうみんながみんな尊敬リスペクトできる選手だなっていうのは ね、 ね、確かに、うん、もうほんまに試合出てる選手出てない選手関係なくて、うんうん、じゃあ生きてる選手来てない選手関係なくて、うん、まあ、これまで4年間5年間積み上げてきたものがあって、うん、みんなのほんまにオリンピック、うん、それの、まあ、俺だったら12人とか、まあ、5人とか、うん、代表がまあねいるだけで、ほんまにみんなで作り上げてきたものって感じよね、うんうん、まあ、これはねどのスポーツも変わらんね、うんうん、すごく大事なことやし、うん、まあ、こういうところでねスポーツのこうなんていうかないいところというかっていうのが出るかなっていうふうに思いますね。じゃあラスト、はい、ナコの3枚目お願いします。うわーいいですねなんか綺麗よね写真が、ね、いい写真だよね、うん、これめっちゃいい写真、これねセレモニー後で、うん、まあ、さっきそれぞれ写真タイムみたいな感じの自由時間だったんだけど、はいはいはい、もう自然ともう三国で撮ろうみたいな感じになって集まって撮れた写真なんだけど、やっぱさ試合中はもうバチバチやり合ってさ、うんうん、
やってるけど、試合後にこういう風にお互いね、うん、こう讃え合えるっていうのは素敵だなって思って、もうスポーツの価値ってそういうところにあるんじゃないかなっていうのも感じられる。確かに確かに、うん、1枚かなって思ってこれを選びました。そうですね、確かに、なんか確かに最後ね、お互いにスポーツのいいところが出た写真、うん、出る写真がね、うん、出てていいよね。うん、ダコどこにいる？真ん中ちゃんとスーバードの横を陣取った。お前や、お前や、繋がってるやね。その時は。あ、そうなんや、ほんまや、めちゃくちゃいいとこいるやん。そうなんだよ、もう絶対隣行かなきゃと思って。いや、いいね。なんかあれよね、こう ここでこう写真のポジションってさ、なんか別に。ガーができひんやんか、うんうん、スッと行くのが大事よね、こういうのって。わかる？そうそう、スッと。そう、やっぱこうやって記念になる写真になればなるほど、うん、やっぱみんな真ん中撮りたがるからどれだけこうスッと行けるかっていうのがすごい大事っていうポジション取り、ポジション取り。ちなみにこれはアメリカと日本とフランス、フランスか、うん、フランスも勝ってるもんね。勝ったね、ベスト4でね、勝ってるもんね。そう、予選グループのチーム、あー、はいはい、がもう3チームそのまま、そのまんま、そう、すごいね、ほんと激戦な、確かに、そう、リーグ予選だった、はいはいはい。いや、でも、いい写真ですよね。ほんまになんかみんななんかもう、あ、終わったって感じの、うん、ね、結果が出てよかったみたいな顔してるよね、うんうんうん、みんな、うん。この時はスーバードとは喋ったん？喋れなかった。あ、喋れなかった。喋、うん、れなかった。でも、もう隣で写真撮れただけで満足だった。あ、そうなの。確かに。いいっすね。ちなみにこのさ、なんかひまわりみたいな、うん、人形みたいなあれやんか、うん。あれは人形と本間のひまわり？そう、本物の花。あ。で束に人形がポンとついて、巻いてあるみたいな。そう。それもうさすがに枯れちゃった。枯れちゃった、ね、まあ、そうだね、うん、でもちゃんと持って帰って両親にあげた。あ、いいエピソード。これ引き出したかったんですよね。いや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 、乗せられたな。いや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 、でも両親は絶対喜んでたやろ。喜んでた ね、 ね、もう自分がもし親やったらもう泣くと思うよ多分。多分泣いてたと思う。でも私の前では全然見せなかったけど。ああ、そうね、うん、泣いてたと思う。確かに確かに。いや、でもほんまに親孝行ですね。ね、できたかな。いやいや、まあ、実は、はい、本橋選手に写真を仕入れてきました。はい、何ですか？何？何？本橋選手の早稲田時代の写真です。サワケンだよこれ。え、サワケン。サワケン友達だからね。サワケンから仕入れたんですか？はい、そうです。うわ、よく持ってたなこれ。すごいな。これあれだよね、1年の時のオリエンテーションやろ。うわ、え、山登った？山登った。俺膝怪我してから登らへんかった。え、行ってないの？え、行った行った行ったけど、膝怪我してたから山は登れたらダメって言って、でもそれ単位もらえへんみたいな話になって、うん、いやでもなんか、いや、それは違うんじゃないですか的な感じで言ったら大丈夫だった。あ、そりゃそうだよな。そう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 。え、いや、懐かしい。いやだな、ちょっともう大丈夫です。いやだな、なんかここの天の声さん、ちょっとだるいね、なんかすごい。誰がやってんだよこの天の声さん。いい話すぎてどこで出そうか。あのさ、あのお母さんとお父さんにあのひまわりを渡した後にこれ出すな。まあ、ということで、まあ、今回は、まあ、3つの写真をこうテーマに思い出を語るというところでしたけど、どうでしたか？いや、いいエピソード聞けてすごい良かった。でも、うん、競技関係なく、でもやっぱみんなそれぞれね、いろんな思い背負って戦ってたんだなっていうのは知れたし、確かに。ありがとうございます。いや、全然大丈夫です。こちらもすごいいいエピソードありがとうございます。ということで、はい、まあ、次回は、まあ、ちょっとね、いいエピソードというか面白い企画になるんですけど、まあ、このね、女子バスケット
の、日本代表の監督と、まあ、僕の、元日本代表の、まあ、エディ・ジョーンズ監督っていうのが2人結構似てて、いろいろな部分で、で結構厳しい監督っていうので、まあ、どちらが厳しかったのかっていうのをいろいろエピソード含めて検証していきたいなと思うので、次回も見ていただけたら嬉しいと思います。今回も、ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ではさようなら。